涼しげなキューガーデンの器。このコチョウラン、イエローカナリアっていう品種なんですけど、これが今私すごいつぼってて、今日これをこのキューガーデンの器に植えたいと思います。ちょっと涼やかにしたいと思います。合わせる飾りまずアンスの白です。昨日もご紹介したヘデラさんです。今日はたくさん嫁入りしました。さっきのあの生徒さんのも入ってたかな。あ、入ってる。この辺とこの辺に質感で遊べる感じですね。このヘデラ入る。ヘデラのリンダです。濃いでしょ。癖のあるヘデラです。もじゃもじゃ入れましょうか。もじゃもじゃ系空間のね。トラカン入れましょうか。トラカンのなんちゃらかんちゃらラベンダー。この辺束ねて植えれば勝手に可愛くなるけど、もう一個花ですね。シダも入れましょう。プテリスですね。この子すごい綺麗なんですよ。かわいい。かわいいよ。反対。はい、混ぜます。それから、リンダ入れましょうか。
ユニット目ですね。はい、次にアンスリウム入れますね。どう入れるこうかな。この並びのアンスリウム白は何にでも合うからいいよね。このアスパラさんビヨーンって垂れてくるんですよ。だからちょっと手前に入れてビヨーンを楽しめるようにしよう。ミニミニアンスちゃんも可愛い、涼しげです。そうなんですよ、これね、ちっちゃいから結構足元に使えたりするんですよね。キューガーデンの色はなんか植物に何でも合うんだね。リンダを散らしましょうか、あちこちに。あ、入れるのが手前。裸感折れやすいんですよ。あの花苗セット買った方、折らないようにだけ気をつけて。すごい強いんやけど折れやすいな。裸感が斜め向いちゃった。お顔が出来上がりました。あと後ろですね、カナリアイエローの後ろ。かわいいね、だらーんってなってるの。浮かせるの、私浮かせれない気がする。浮かせれるわ後ろから前に。あのビヨーンとしたアスパラさん入れました。あとここだけかな。かわいいね。簡単ですよこれ、とっても簡単。キューガーデンはね、いろんな色があって、花と合わせるときに色合いがね、遊べるんですよ。今からたくさん入れるので、8月は入れないですけど、7月中は入るので、グリーンにカナリアイエローが埋もれてる、そんな一鉢できましたね。可愛いですね。やっぱうちは色付きいいですね。お家の中でね、楽しめるので、ちょっとね、やっぱキューガーデンってお値段高いんですけれども、お家の中で見れるので可愛いと思ったなら、お家の中置いて眺めて楽しむのもいいかも。花苗セットはちょろちょろ覗いていただいたら出るかと思いますので。